きなです。 UU クラブ TV ご覧ください。こんにちは。365日カレー2018です。今日は久しぶりにレトルトカレーを食べてみることにしました。今日食べるのは氷見クジラカレーです。このカレーは氷見ということで富山県氷見市の、ご当地カレーになります。販売元が株式会社海津屋さんという富山県氷見市にある会社が販売しているカレーなんですけど、海津屋さんというのは地元では知る人ぞ知る氷見うどん、を扱ううどん屋さんです。とても美味しいと評判のうどん屋さんが、今回、レトルトカレーを出したということで、実はこのカレー、知り合いの方からプレゼントでいただきました。どうもありがとうございます。ということで、早速食べてみたいと思いますが、パッケージにはクジラ肉、皮の美味しさとルーのコクにこだわりましたと書いてあります。クジラの肉だけではなくてクジラの皮が入っているようです。とても珍しいカレー。それではいただきます。見た目カレーのルーソースの色は、一般的なやや濃いめの色をしています。クジラの肉でしょうか。大きめのものがゴロッと入っています。クジラの皮も確認できます。いただきます。まずはカレーのソースを。一口目、地元のレトルトカレーということで、あまりこういう言い方はしたくなかったんですけど、クジラの肉の生臭さというか、こうしてクジラの肉や皮、クジラのお肉と皮が入ってるんですけど、やや臭みがカレーソースに移っているようです。ではクジラの肉を食べてみます。こちらがクジラの皮になります。クジラの皮はほぼゼラチン質というかつるっとした食感で、クジラの肉についても歯ごたえがあって、これがクジラのお肉だなっていうのがわかるんですけど、一口目申し上げた通りカレーのソースに、そのクジラの肉や皮の臭みが移っていて、あまり、美味しく感じられないのが残念です。いただきました。少し食べるのに苦労しました。というのも、申し上げてました通り、カレーのソース、カレーのルーにクジラの臭みがたっぷり映っていて、こうして食べ終えて正直なところ美味しかったとはちょっと言えない味わいでした。ただレトルトカレーの場合は特に、ご当地カレーは、美味しい美味しくないというだけではなくて、変わったカレーがあるということもそのレトルトカレー、ご当地カレーならではの醍醐味ではありますので、これはこれで、富山の、氷見市の、特徴がたっぷり出てる、そんなレトルトカレー氷見クジラカレーだったと思います。海の幸のとカレーの組み合わせについては、
前回シリーズ、前々回シリーズのレトルトカレーのシリーズで何度も申し上げてるんですけど、レトルトパンチの中で煮込まれてしまうと、臭みが移るということで、なかなか、美味しい海の幸のレトルトカレーに出会うことが今までないんですけど、ぜひ何か美味しい、海の幸のレトルトカレーを探してお送りできたらなと思います。それではまた明日。今回のゆうゆうクラブ TV いかがでしたでしょうか。よかったらグッド押してねもしよければチャンネル登録もお願いします。バイバーイ。